さあ皆さん、理科大行ってみたいと思います。元ヨズミ講師が分かりやすく説明しますからね。さあ今日の腸の全体像はこちら。設問数と設問形式、こんな感じになっております。で、合計13問あるんですが、まあ、ちょっとこれ全部やってるとですね、まあ、動画の時間が20分ぐらいになっちゃいますので、前半の問の7番まで行ってみたいと思います。で、その際にヒントになるのが実はこれでございます。後ほどアクチュアリーが出てくるんですが、これの対応の仕方を知らないとやっぱりミスしてしまいますので、念のため確認をしておきます。ポイントはアクチュアリーの前後ですね。で、皆さん、前半彼らは到着してるはずでした。まあそこに今頃ですね。で、実際に、まあ、到着してないと。で、アクチュアリーの前後はどうなってますかということですが、到着という肯定的な話でも実際は否定的な話で書かれてますよね。ですから前後は肯定と否定、つまり対比の関係になってるんですね。で、これは皆さん理科大以外の大学でもちょくちょく見かけますので、大前提として知っておいていただけるとよろしいかと思います。ということで頑張っていきましょう。さあ皆さん、第一段落でございます。皆さん、注釈1箇所だけついておりますからね、こちらを確認していただけると OK です。で、皆さん、第一段落は設問に絡まないので一読だけお願いします。で、皆さん、続いて第二段落でございます。まずは下線部1番ですね。で、設問はこちらになっております。一読をしていただいて検討をお願いします。で、皆さん、これはバイタルでございますので、単語の問題でいけそうですね。重要なとか不可欠な、で、その意味に一番近いものと言われたら、選択肢1番は豊富な、で、2番は健康な、で、3番は元気な、で、4番 necessary でございますので、必要な。そうです、必要ということはそれが重要、不可欠と言い換えることができますよね。ですので正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて今度は空所の2番でございます。設問はこちらですからね、検討をお願いします。皆さん、これは空所の左側 set で、この set をニャウニャという熟語でいけそうですね。で、まずダメそうなのは2番の場合ですね。で、おそらく皆さん、set by見たことがないかと思います。そうです、存在してませんからね。そして次にダメそうなのは3番の in ですね。皆さん、 set in、 これは皆さん知ってる方多いかと思います。そうです、季節などが始まるという意味でしたね。例えば梅雨が始まるみたいな感じでございます。ただそれを知らない方ですね、後でホワイトボードでまとめますので、今は聞いておくだけで大丈夫です。で、今回はみさ、季節などが始まる話ではないので3番は×。そして次にダメそうなのは選択肢の1番の about、 set about、 でこれは人がうにゃうにゃに取り掛かるですからね。じゃあみさ、人の話があるのかということですが、みさ、空所の左側右側見ていただいても人はいませんよね。ですから正解は4番 set off、うにゃうにゃを引き起こす。で、今回皆さん、議論を引き起こすという話でございますので、意味的にもバッチリ。ですから問いの2番は熟語の知識で、4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第3段落でございます。こちら空所3番ですね。で、設問はこれでございますので、検討をお願いします。さあ、皆さん、これは空所の左側フィギュアでいけそうですね。つまり熟語の知識で大丈夫かと思います。そうです、3番のアウトですよね。 figure out、 うにゃうにゃを理解するという熟語の知識で3番が正解でよろしいかと思います。さあ皆さん、第4段落でございます。こちら下線部4番ですね。これを後ほど検討いたしますので、まずは段落一読だけお願いします。さあ皆さん、問いの4番でございます。こちら下線部4番の設問ですからね、こちらの検討をお願いします。さあ皆さん、この下線部4番なんですが、これはちょっとさすがに知ってる方ほとんどいないんじゃないかなって感じがいたします。ですから下線部の前後の内容で選択肢を絞っていくことになりそうですね。ただまずは文法的に自動詞他動詞で選択肢1個削れそうです。で、皆さん、もちろん下線部4番 pan out の右側はコンマで一旦区切られておりますので、後ろに目的語がおりませんと。ですから自動詞と判別することができるかと思います。で、それでいくと、まず選択肢の3番 handle、 うにゃうにゃを扱うという他動詞でございますので、まずは文法的に3番が×。ただ
ただこれ以上文法的に絞るのはちょっと難しいので意味内容で攻めていきますね。で皆さん、ヒントは下線部4番の左側の actually。 これ皆さん冒頭でお伝えしましたが、前後は反対を表しますよね。ですから下線部4番の反対となってくる内容がこの直前の文章に書いてあるはずでございます。ですからまずこの四角括弧でくくったところをよくご覧くださいね。でまずは選択肢の1番、皆さんおそらく integrate、 まとめるという意味はご存知かと思います。集約するんですね。でもしこれが正解であったら、この四角括弧でくくったところ、まとめるという内容の反対、集約するの反対、つまりバラバラになりそうな話があるかなと思うんですが、皆さん見ての通り特にバラバラになる内容はないですね。さあ皆さん、続いて選択肢の2番、 upgrade。 そうです、アップグレードと言われるわけですから、皆さんグレードが上がることですよね。でもし選択肢のこの2番が正解であれば、この四角括弧で食ったところ、そこにグレードが上がると反対の内容が書かれてあるはずでございます。じゃあそのグレードの話が書かれてあるかというと特にはないですよね。となってくると選択肢の4番、 work well、 うまくいくと書いてますよね。で下線部4番の左側、 technology ということですから、この技術、それがうまくいった場合にはということで、皆さんその直前の文章中にうまくいかないという話がありそうですね。そうです、技術がうまくいかないのはスケプティシズム、懐疑的な態度ですね。そうです、皆さんが疑いの気持ちで見てるんですね。で皆さんが疑ってた、そりゃうまくいかないですね。ですからうまくいかない話があるわけですから、 actually、 反対にうまくいったらというところで work well。 そうです、まさに4番選んでいただきますと話の流れがうまくいきますよね。 actually の前後が反対、対比関係が成り立ちますので4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第5段落でございます。こちら注釈が一つありますからね、これを参考にしながら一読をお願いします。で皆さん、問いの5番でございます。空所 A と空所 B ですね。でそこに入る選択肢で適切なものを選んでいただけるとよろしいかと思います。まず空所 A のところですが、後ろは disease ということで病気と書いてますよね。で選択肢の1番2番であれば診断する、3番4番抵抗する、まあどっちでも良さげな感じはするんですが、皆さん1番2番診断するのは皆さんお医者様ですよね。つまり人間でございます。ですが皆さん、これ空所 A の左側、ジーンズと遺伝子と書いてますよね。ですから病気をうにゃうにゃするための遺伝子ということでございますので、選択肢の1番2番はダメそうですね。あとは選択肢の3番4番でございます。でもちろん空所の右側に droughts ということで干ばつですからね。でその干ばつを3番だったら prevent、 妨げる、まあ、皆さん落ち着いて考えていただけるとわかるかと思いますが、皆さん自然の災害に関してですね、妨げることはできませんよね。私たち人間は台風などの自然災害に抗うことはできないですよね。ですが選択肢の4番、 survive、 なんとか切り抜ける、で切り抜けて生き残っていける、それはできるわけですから surviving、 つまり4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第6段落第1文目に下線部が書かれております。でそれに関する問題はこれですね。まあ、簡単に言うとこの that が一体何を指しているのかということでございます。まあ、普通に考えたら直前の内容を指しているはずでございますので、今見えているところで検討をお願いします。で皆さん、先ほどお伝えしましたが、普通に考えたら that でございますので、左側、まあ、つまり上の部分ですよね。で、選択肢を皆さん見比べていただきますと、ここにまつわる表現がありますよね。そうです、もう一発で3番ですよね。ですからこれはもう単なる指示語がどこを指しているのか、まあ、そういう文法問題ということでよろしいかと思います。ということで3番が正解で OK です。さあ皆さん、第6段落全体像でございます。皆さん、注釈が3箇所ついてますからね。ただ今回はこの文頭の下線部以外設問は関係ないので、
一読だけお願いします。サミさん、続いての段落でございます。空書7番ですね。こちらの説問の検討をお願いします。これは空書の左側、エイムとセットで使えるものですね。熟語の知識でよろしいかと思います。もちろん at 一番ですよね。 aim at、 うにゃうにゃを狙うということで、熟語の知識一番の正解ということでよろしいかと思います。サミさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。中心は熟語でしたね。で、カッコ1番 set above、 人がうにゃうにゃに取りかかる。そしてカッコ2番 set in、 季節などが始まる。そしてカッコ3番 set off、 うんたらかんたらを引き起こす。そしてカッコ4番 figure out、 うんたらかんたらを理解する。そして5番の aim at、 うんたらかんたらを狙う。こんな感じでよろしかったかと思います。で、冒頭でお伝えした actually、 前後は対比の関係でしたね。で、もちろんこれをノートに移していただいてもよろしいんですが、時間を節約するために次の画面に行きまーす。サムさん、復習しやすいような画面に書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方はどうぞ。で、その後画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸6番、ここに入る表現がスラスラ言えるようにですね、この画面を活用なさっていただいて、定着頑張っていただきたいと思います。これであればノートを移す時間が節約できますからね。その復習を頑張ってくださいね。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。